オランダ王立芸術科学アカデミーはアムステルダムのトリプンハイシスにある。地図オランダ王立芸術科学アカデミーはオランダにおける科学と文学の振興を専門とする組織である。アムステルダムのトリプンヒューイスにある各種諮問機能と管理機能に加えて社会史国際研究所を含む多数の研究所を運営しており、さらに多数の省を主催している。 例えば、理論物理学の賞である、ローレンツメダル、微生物学の賞である、レーウェンフックメダル、自然科学と歴史学の賞である、ハイネ検証などがある。このアカデミーは、オランダ政府に科学的問題について助言する。純粋に科学的問題についての助言が多いが、一方で研究者の雇用政策や、大きな国際プロジェクトへのオランダの貢献といった問題についても助言している。 議会、省庁、大学、研究機関、出資機関、国際機関などに助言している。会員は選出されると生涯の会員となる。候補者はアカデミー以外の個人や組織が推薦する。候補者の公表されている科学的業績に基づいて選出が行われる。そのため会員に選ばれることは大きな名誉であり、一流の証とみなされている。 正会員のほかに65歳を超え引退した会員、海外在住の正会員、通信会員がある。オランダ王立芸術科学アカデミーは学会全体をずっと包含してきた。アカデミーは次の2つの部門に分かれている。両部門にそれぞれ運営委員会がある。2部門はさらに細かいセクションに分けられている。アカデミーの最高機関は両部門の会員が、 全員参加する総会である。2008年5月1日まで、フリッツ・バン・オストラムが会長を務めていたが、ロベルト・ダイクラーフが新会長に就任した。バン・オストラムの辞任演説とダイクラーフの就任演説で、両者ともに、オランダの科学研究への出資が、他国に比べて、低いことに懸念を表明している。2012年から2015年までは、ハンス・クレバースが就任し、 現在の会長は、ビム・バン・シャアローロス。フランスに侵略され、ホラント王国となっていた1808年5月4日、ルイ・ボナパルトが、ケーニンクルーアック・インスティトゥート・バン・ウェティンス・チャップン、レター・キューン・デイ・イエヌスクナ・ナクンステンとして創立。ネーデルラント連合王国として、フランスから独立した後の1816年、ケーニンクルーアック・ナダーランドスク・インスティトゥート・バン・ウェティンス・チャップン、 レターンエヌスクナクンステント解消。1851年に一旦解散され、コニンクリーッキーアカデミー版ウェティンスチャップンとして再設立し、1938年に現在の名称となった。1812年以来、アムステルダムのトリップンヒューイスにある。1955年、組織としてゴーデン・ゴンツェンビアを受賞。デジョンゲアカデミーは、 若い研究者の組織であり、2005年に脳の,の一部として創設された。毎年10人のメンバーが選ばれ、任期は5年とされている。25歳から45歳までの科学者が選考対象で、それまでの業績によって選ばれる。ドイツのユンゲアカデミーをモデルとしており、その後それらの仕組みをモデルとして、グローバルヤングアカデミーが生まれた。ありがとうございます。